ブレット・グレゴリー・ヘイズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡、パサデナ出身の元プロ野球選手。右投右打ち。現在は、MLB のテキサスレンジャーズのコーディネーターを務める。2005年の MLB ドラフト2巡目で、フロリダマーリンズから指名され、6月9日に契約。契約後、傘下のルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズで、プロデビューし、3試合に出場した。7月8日に A- 級、ジェームズタウンジャマーズへ昇格し、36試合に出場して打率239、1本塁打、12打点、3盗塁を記録した。2006年は A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、82試合に出場して打率245、9本塁打、38打点、4盗塁を記録した。2007年はまず A 級ジュピターハンマーヘッズで17試合に出場した。5月に A 級カロライナマドキャッツへ昇格し、74試合に出場して打率234、3本塁打、31打点、2盗塁を記録した。2008年は A 級カロライナとトリプル A 級アルバカーキ、アイソトープスでプレーした。トリプル A 級アルバカーキでは37試合に出場して打率293、5本塁打、17打点、1盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2009年はトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズで開幕を迎え、5月22日にメジャー初昇格を果たした。同日のタンパベイレイズ戦で、メジャーデビューすると、一塁手として、途中出場して1打数1安打1打点を記録した。6月2日に、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。9月1日に再昇格し、5日のワシントンナショナルズ戦では、代打でメジャー初登板のビクター・ガラテから、初本塁打を記録した。この年メジャーでは14試合に出場して打率273、1本塁打、2打点を記録した。2010年2月26日にマーリンズと1年契約に合意した。開幕をトリプル A 級ニューオーリンズで迎えたが、5月13日にメジャー昇格した。7月20日のコロラドロッキーズ戦で左手首を負傷し、戦列を離れた。8月5日のフィラデルフィアフィリーズ戦で復帰した。8月31日のナショナルズ戦で、ナイジャー・モーガンからタックルを受けて、左肩を故障し、再び離脱。そのままシーズンを終えた。この年は26試合に出場して打率208、2本塁打、6打点を記録した。2011年は64試合に出場して打率231、5本塁打、16打点を記録した。2012年は39試合に出場した。8月31日にトリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。2012年11月2日にウェーバー工事を経てカンザスシティロイヤルズへ移籍した。11月20日にロイヤルズと1年契約に合意した。2013年は傘下のトリプル A 級オマハストームチェイサーズで開幕を迎えた。8月4日にメジャー昇格したが、11日にDFAとなり、16日にマイナー契約でトリプル A 級オマハへ降格した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は5試合に出場して打率278、1本塁打、2打点を記録した。2014年1月10日にロイヤルズと63万ドルの1年契約に合意した。開幕後は27試合に出場したが、打率135、1本塁打、2打点と結果を残せず、7月28日にDFAとなった。8月4日にマイナー契約でトリプル A 級オマハへ降格した。同球団では10試合に出場して打率310、3本塁打、8打点、1盗塁を記録した。オフの11月4日に FA となった。2014年12月15日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。2015年は傘下のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズで開幕を迎え、4月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月24日にリーフとなり、26日にマイナー契約でAAA級コロンバスへ配属された。AAA級コロンバスでは51試合に出場して、打率.189、2本塁打、17打点を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月13日に FA となった。2015年10月28日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は開幕から傘下のAAA級入りのエーシズでプレーし、18試合に出場して打率.161、4打点を記録した。2016年6月2日に金銭トレードでシカゴホワイトソックス傘下のAAA級シャーロットナイツへ移籍した。AAA級シャーロットでは13試合に出場して、打率.225、1本塁打、2打点を記録した。オフの11月7日に FA となった。2017年2月6日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは、傘下のAAA級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、66試合に、出場して打率.211、4本塁打、21打点を記録した。オフの11月6日に FA となったが、この年限りで引退した。引退翌年の2018年は、レンジャーズのスカウトとなり、2019年からは、レンジャーズのコーディネーターを務める。ブレット・ヘイズツイッター。ありがとうございます。